And we're back. Basically right where we left off as usual. So let's continue and どうした? We should just tell him what's going on. He basically he's in on everything at this point, so. Alright, let's go out and see if we're able to get anything from our normal sources. We already know that EY is gone. He's not here. So, you have to... No. Not gonna let me buy anything from that. とにかく Good dog. Okay, so that's all allied deals, but that's definitely went there, and we already know it's not open. But we'll go there anyway. ベルベットルームへ運命の歯車は回り始めた。あなたの、そしてあなたに迫る厄災の。今は小さな種に過ぎず、まだその力を推し量ることはできませんが、あなたの持つ無限の可能性を育むことがその脅威に抗う力となるでしょう。では、我が主の代行として 私があなたの旅路を見届けさせていただきます。はい、こちらこそ。ご存知の通り、あなたはワイルドの素養により複数のペルソナを扱うことができる。古き人格を捨て新たな人格を生み出すペルソナの処刑、いわば合体。これらを駆使することが邪悪な意志を持つ者たちを打ち破る鍵。 今は主が不在のため、私専用の処刑器具で合体を執り行います。かつてあなたが宿したペルソナの力を引き継ぐことはできません。ですが、旅路でのあなたの出会いがあなたの可能性を引き出してくれるはず。<笑>いずれわかります。 再び運命の囚われとなったトリックスターよ。運命の鎖を解き放ち、人々の心、願いを取り戻してください。それがきっといずれ来る混沌を退ける希望へとつながることでしょう。<笑>その歪みなき決意がある限り、私も協力を惜しみませんので。 では早速、ペルソナの合体を行ってみましょう。Okay, so typical mechanic. 2体のペルソナを合体させ、新たな力を得るのです。Let's do it. <音声>生み出すペルソナを選んでください。When did I get a jack-o'-lantern? I remember getting it, unless I'm picking it up at some point. Healing.
honestly speaking, we'll probably pick something else up that has fire. There's no guarantee on. このペルソナでよろしいです。生まれ変わりなさい。I'll let the animation play for this one. どの程度力を注ぎ込みますか？この強化でよろしいです。よし。ご覧になりますか？登録するのですね。登録するのですか？現在の状態を上書きし、ご覧ください。新たな力が必要な時はいつでもここを訪ねてください。私はあなたのそばにいます。それでは。Be able to see her. マジかよ。戻るぞ。I didn't think that's how they translated, but I suppose that's not in a. That's not exactly wrong for what's happening. Okay. だったら
real salt. You probably shouldn't be doing that, but what else are you gonna do? ミリタリー屋は臨時休業、武見委員は夏休み、武器とか薬買えねえじゃん。タイミング悪すぎだろ。困ったわね。無防備で異世界に入るわけにはいかないし、別の店探すしかないな。でもそう都合よくあるかな。どうした、困ってるのか。なんか役に立てる気配、私でよければ相談に乗るぞ。もう聞いてくれソフィア。あのね、ジェイルの中でも使える道具を探してるんだけど。あいにく武器と薬の調達先が休業中だ。このままだと異世界潜入に支障がある。近くにいいお店ないかしら。ネットで頼むのはどうだ。それもありだけど、届くまでのラグが厳しいな。それにお医者さんが扱うような効果の高い薬は手に入らないわ。問題ない、ネットは広い。リュウジ、何か欲しいものあるか。あ、欲しいもん。そう、何でもいいぞ。んじゃあ金の延べ棒。あのね、小学生か。だよ、冗談じゃねえか。つかいきなり言われたからよ。オッケー、注文した。ちょっと。あ、注文。ちょ、バイク便です。はやっ、ていうか金の延べ棒。早く開けたらどうだ。リュウジ、お前が注文したんだ、行け。お、俺かよ。何の覚悟だよ。くそ、またどうせおもちゃかなんかだろう。あれじゃすまねえぞ。俺の目はごまかせん。間違いなく金だな。ありえない、ありえないんですけど。わあ、これでカフェが開けるね。夢みたい。早く交番に届けないと。いや、でもこれは習得物なの？それとも事件？おおお、落ち着け。ある、まこと。どうだ、役に立てたか。ネットで早く届けてくれる業者を見つけた。これなら時間もかからない。ネットで金塊って闇ウェブにでもアクセスしたのか。正解だ双葉。大丈夫、法律は破ってない。支払いは仮想通貨でしておいた。後で振り込みよろしく。
よろしくじゃねえよ。これっていくら？多分うん百万。キャンセル。何か言ったか？キャンセルだこんなもん。毎度一人に来ました。ご利用ありがとうした。なんとか持って帰ってもらえたけど、寿命が縮まったね。もうリュウジが変なこと言うから。いや、まさか本物来るとか思わねえだろ。口は災いの元というが、俺も気をつけよう。だがこいつは使えるんじゃないか。この速さで届くなら十分だ。ソフィ、それでいいか。オーケー、じゃあ何でも買えるように手配する。ソフィアショップオープンだ。いろいろあったけど結果はオーライかな。ああ、これで準備できそうだ。ジェイルの中で何が起きるかわからねえ。しっかり備えていこうぜ。First off, let's save that. つけておこう。うん。そうそう。任せろ。何が欲しいんだ？いくつ売る？それでいいか？いくつ売る？それでいいか？誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？ご利用サンクス。誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？ご利用サンクス。誰のにするんだ？どれにするんだ？これで装備するか？ご利用サンクス。誰のにするんだ？誰のにするんだ？OK! 潜入開始だ。よし、作戦開始だ。まずはやはりお宝探しか。お宝のような匂いはあの城705の方から感じる。ジョーカーたちはあそこに連れて行かれたのよね。ああ、思い出すと腹立つぜ。クソ、女王様がふんぞり返ってやがった。じゃあアリスは今もあそこに？なんだかお城みたいになってるね。
ジェイルのキングがいる城、さしずめ王城といったところだ。じゃあ目的地はあの王城ってことでいいか。ああ、それで行こう。ジェイルの中はシャドウだらけだ。くれぐれも注意しろよ。オーケー、シャドウは任せろ。怪盗ソフィーの初仕事か。お手並み拝見だな。探索にどれだけかかるかわからないわ。交代しながら進みましょう。そうしよう。Yeah. Although, I think I'm going to change. Yeah, that's fine. Yeah, we'll go with this lineup first. We'll go with lineup with that lineup.Yep.結構敵いるね。気をつけて。こういう奴らの対処法、シャドウの動きを見て後ろから殴れ。逆に見正体を見せろ。今みたいに敵の隙をつければ有利に戦いを進められる。だが見つかればこちらが不利になる。気をとりあえず奥に進んでみるか。ナビは私に任せとけ。Yeah, that's exactly what I wanted to check on to see if I can use bond skill. Bump up skill. Okay, so. There's a few things I need right now. Items, I need money. Money up skill. Shop skill. Bond level skill.Items, giving out of effects, embouchure, mask manifest might be good. I don't have enough points for any of these ones yet, but these will be good for later on. Maybe masks. It's a good early game economy, so why not? What? Nanka aru zo?感じのやつ発見。気をつけろよ。パワーチャージ。いいものがあるな。それ攻撃に使えないか。
く注意してあげて。やっやっ邪魔だぞ。頼んだ。よし、はい、全力飛行問題なし、はい、やっちゃえ。あれに照らされたらさすがにヤバげ。すぐ敵に囲まれちゃうぞ。警備のシャドウもいるな。さすがに守りは固いってことか。正面突破は厳しそうだ。他に潜入ルートがないか探してみよう。あれ、調べてみないか？はっ。Okay. ねえ、見て。あそこからなら入れそう。よし、あそこなら建物自体にたどり着けそうだな。だが、またサーチライトがあるぞ。どうする？さっきのより小せえし、いけんじゃね？ささっと通っちまおうぜ。見える。はっ！てっ！ふん！研ぎ澄ませ。てっ！止める手段はないか。ちょっと待ってて、今調べてる。よし、見つけた。このサーチライトを動かしてる電力は南から供給されてるっぽい。南ってどっち？現実で言うとマルクシティあたりだな。動力源になってる施設があるのかも。よし、とにかく行ってみよう。目指すはマルクシティだ。ジェールって渋谷そっくりだけど違う。だな。自分の居場所はこまめにチェックするようにしてくれ。交代だ。オーケー。敵
マルクシティ、この先だぞ。待て、敵だ。ああいうのに見つかると敵が。むやみに敵の前に出るのは避けよう。警戒を強められたら動きにくくなる。何度も見つかっちまったら仕切り直す必要が出てくるかもな。あれ、調べてみないか。こちらにも敵がいるな。やっぱ倒すしかねえか。だがまだ気づかれてはいないようだな。ジョカ、ここからなら隙をつけるんじゃないか。やるじゃねえかジョーカー。さすがね。終わりだ。こうして奇襲をかければ他のやつも楽に倒せそうだな。あ、宝箱。箱の中身は何だろうな。いいね、もっと欲しい。今なら奇襲できるぞ。どうする。やだ、もうチャンスじゃん。消えろ。あれ、終わったのか。あっけないな。よし、どんどん行こう。近くにいる奴ら倒していただいちまおう。ちょっと待って、あの宝箱セキュリティがついてる。警戒が強まると防壁が出るみたい。ほとぼりが冷めるまで取れなくなるぞ。敵に見つかりすぎだとお預けか。覚えた。あれはシャドウ。いける。好きなタイミングでいいからな。よーし、ボコボコにしてやる。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。よっ、ほっ。速攻勝利だな。めでたい。この調子も進むぞ。シャドウはいないみたい。役に立つものだといいけど。壁の向こうか。扉が見えるけど閉まってるみたい。どうする。さすがに越えられる高さではないぞ。もう少し調べよう。あっちの高台まで登れないか。中の様子が見えれば突破口が開けるかもしれない。そうだね、行ってみよう。
シャドウを確認。慎重に行こう。構造が複雑だよな。マップだけ見てても迷うから注意な。ターゲットロックオン。行くか。おい、この辺りなんかあるぞ。神は見てのお楽しみだ。ジョーカー、何が入ってる？Yeah, いい。満足だ。
壮観だな。なあ、あの鳥かごみたいなのなんだ？中でなんか光ってるよね。あれってお宝？いや、お宝の気配じゃない。姿形は似てるが別物だ。強いエネルギーの反応があるな。しかもサーチライトにつながってる。あれを奪っちゃえばサーチライトも無力化できると思うぞ。やることは決まった。早速あの塔に向かうとしよう。絶対もどうやって中に入るよ。入れそうな場所は見当たらないわね。ジョーカー、ナイスアイディア。どういうことだ？この下には地下水路があった。覚えてないか？ああ、そうだ！あったな！確かにあそこからなら入れるかもしれねえな。ナイスだぜ！早速行ってみよう。じゃないか。開けるぞ。ジョーカー、中身は何だ？ソフィーバッテ。ほっほう、これはいいな。この距離ならいける。
Yep, I guess we have much. How am I gonna get past this dude? The victory of power. Go! Yes, there absolutely is. Okay. Turn away. なんだよ。なんか。え、they very love her. 空間がねじれたみたいになってる。その交差点って私たちが入ってきたあたりだよね。つまりここを通れば入り口まで戻れるってことか。現実との行き来が楽になりそうね。補給の機会が増えるのはありがたいわ。よし、ここをチェックポイントとする。位置情報記録しとくぞ。 Of the jail next time. If it would finish loading. Directly into another loading screen. Oh my god. I did have one complaint about this game. It does have some pretty serious loading screens. Okay. Kakuka. Save. And it's at that point. I'm gonna go ahead and this section. This was a rather long video, but we will continue the Wonderland Castle jail next time. Until then, thank you very much for watching.